皆さんこんにちは。私の著書社員を喜ばせる経営より今いる社員が辞めずに育つ人材育成の成功法則をお届けいたします。トップダウン系の急成長には挫折が待っている。事務所のスタッフは創業10年で40名を数えていて、当時の会計事務所としては大成功と言えました。コンサルティング志向の私の考え方を理解し、片腕になって活躍する幹部社員も育ってきました。開業2年目から青年会議所に入り、顧客拡大も加速し、さらに議長になるほど精力的に活動してまいりました。結局ですね、よく考えてみると、その青年会議所やったおかげで社員を任せないとダメな状況があったってことがあるんですよね。これが年中いたらやっぱり社員は伸びなかったと思うんですよね。だから実際にはだいたい青年会議所って土日あったり、それからまあ平日もあったりして、だから朝早く行って書類のチェックをしたり、夜遅く帰ってきて書類のチェックをしたり、まあいろんな書類のチェックとか指示をですね、そういう形で青年会議所の合間にこうやっていたので、まあある意味では社員はね、任された状況にあったというのもあるんでしょうね。ここで活動は私にとって後の挫折の後の社員も喜ばせる経営の実践に大いに役に立ちました。青年会議所でやると、その理念の昭和、綱領昭和って言うんですけど、そういうのがあったり、議事録をちゃんと作ったり、それから実際に立てた目標をどうやって追い込むかっていうようなことをですね、やっぱり学んだんですね。まあそういう意味では私は30名とか40名の全国から来た青年会議所のリーダーをですね、給料も払うことなくコントロールできたっていうのは、やっぱりある意味ではそういう能力があったんでしょうね。まあ、そういう自信もあってですね、まあ、自分なりに結構やってた。ただ、社員と青年会所の仲間違うのは、給料で叩いていませんから、ある意味ではこう任せるっていう形だったんだけど、仕事の方はやっぱり給料払ってるっていうですね、まあ、本当に変な発想でですね、怒鳴りまくってたっていう経営をしてたかなというふうにあります。青年会所の活動に没頭した頃、私は猛烈な仕事人間でした。それは結果としてルーティンワークを社員に任せるスタイルを確立することになり、開業10年のスタッシュ雑誌を支えてくれたと言えるでしょう。ということで、30で入って40で卒業ですから、青年会所活動と、仕事が、うまく社員にとってもですね、年中いないような、社長のいろんなことを信じて任されてるっていうようなあれがあったんでしょうね。しかしその頃の私は社員を信じて任せたわけではありません。基本的なやり方は全て私からの指示命令でした。あくまでも私の駒であり、最も大切にしたのはお客様でした。実勢や裁量を認めず、駒としてのマニュアル通りの仕事だけをさせていれば、社員の仕事への意欲は高まるわけがありません。しかし日中は 社長がおらず、それぞれの仕事の精度や、丁寧さも少しずつ甘くなっていました。しかし私はそのことを気づいていませんでした。40歳これ青年会議所を卒業した後、全ての時間と労力を自分の仕事に注げる環境になった時、東間公認会計事務所はさらに大きく発展し、これからも同じように一生懸命やれば1000社ぐらいの顧客を持てる会社に成長できるだろうと思っていました。自分は結構やれる人間だと自信と野望を持つようになっていたのです。しかしその後、鼻っ柱を折られる地獄を味わうことになったのです。そういう意味ではやっぱり社員を信じて任せられてなかったっていうこと、それから青年会社やりながらだったんで年中いなかったわけですね。だから社員は伸び伸びといろいろと仕事がやれたっていう、そういう環境があって40歳で40名まで来たのかなというふうに思いました。だから私はそれ勘違いしてましてね、今度40になったら青年会議所を卒業するので、もっと伸びるだろうなって思っていたわけです。ところがそれが実は伸びなかったわけですね。それは私が年中いて社員にもう1から10まで全部指揮命令をしてたおかげで、社員がやる気なくなったり、言わされ感、やらされ感いっぱいの当麻だったんだろうなというふうに思います。本日も動画をご覧いただき大変ありがとうございました。もし本日の動画に共感いただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。また事業承継や後継者育成にお悩みの方、概要欄のリンクへアクセスしてください。皆さんのお力に必ずなれると思います。ぜひ、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。